サイド上がっていく。右に誰か来てます。直接行った。危ないシーン。もう一度左へ。なんか来てるぞ。流し込んで、あっと外れた。リターンを受けてルシオ。おっと、セットプレーのチャンス。追っていく。前半も15分が過ぎました。一人で持ち上がっていく。右サイドに流します。まだ動いてきますね。右へ出した。真ん中に走り込む。左へ回して、先制のチャンス。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。正面に2人入っていきます。中央上がっていく。ミドルシュート、あっと惜しい。残念だ。さあ北澤さん、遠目から打ってきましたね。いや、いいですよ。こういったシュートは相手のディフェンスラインを上げるという作用もありますからね。大きくいい展開してますね。ゴール前を固める。右からのチャンスになる。チェックに回る。かろうじてクリアしました。チェック。さあシュート、これはまあギリギリでした。ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、自分で行きましたね。そうですね、シュート前のドリブルもね、良かったんですけどね。左に送って、中央よく動いてますね。右サイド上がっていく。いいところです。パスを出しません。
チェックが入りました。インテル、まだ得点はなく0対0。ちょっとこの時間帯中盤は支配されてきているようですが、この辺りは予断すると危ないですね。止めに行く、これは旗上がってましたね。なるほど、旗が上がっています。いい力の展開ですね。前半40分を回りました。足からチャンスを作る。サイドからも攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。繋いでセルギオ・ラモス、それにしても北澤さん、はい、もうだいぶ時間も経ってきたわけなんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくもっと打っていかないといけませんよね。まだもう少し時間ありますからね。ゴール前を固める。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。おっと、長い笛。前半が終了します。さあ北澤さん、前半終了して無得点のままですが、どうでしょう。はい、お互いチャンスになるところもあったんですけどね。しかし流れをつかみさえすれば後半ゴールを見られるでしょうね。はい、ではここまでの流れですが、前半10分、アデバヨール、頭で綺麗に合わせる場面がありました。ええ、外れはしない。両者まずは先に得点したいところ。サイドよく動いてますね。後ろからチェック当たります。オフサイドです。チェックコントロール前線へ。中盤でしっかり展開してますね。そうですね、これでゆっくりとカウンターの目を探りながらゲームを進めるということができなくなったのね。ここからどんな形の攻撃を見せるかですよね。守りを固める。さあ固まっている。素晴らしいディフェンス。インテ、ここはしっかりと守りました。左、ここからガード、リードはどちらへ。細かいボールの奪い合い。ゴール前を固める。おっと、ミドルから狙った。アプローチ、これはファールです。いいプレッシャーだ。真ん中から行く。チェック入れるか。ファールを取られました。必ず行ってしまいましたね。さあここからリスタート。中に入れる。ヘディング、いい形で右サイドから攻めていきました。うまく運びましたよね。右側から上がっていくか。さあ競っていく。ここはディフェンスされました。おっと、いい動きを見せてますよ。ここで突破を図る。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。イン、結局はボールを奪われました。ヘッドで戻す。さらにフリーでボールを受けます。ディエゴ・ミリー、
江藤、ようやくこの2人のツートップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。距離いたんですけどね。そしてあっとクロスバーのわずかに上。いやー北澤さん、スルーパスからもう決まってもおかしくないシチュエーションでしたね。飛び出しに、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。素晴らしい展開を見せました。エースをうまく使おうとしますね。チェック、中にスッと入ってきますね。時間は後半30分を経過しました。シュート、リスティング。さあインテル、今日初めてのコーナーキックのチャンスになります。さあコーナーからの最初のセットプレー、巻き込んだボール、ここは一番逃れます。おっと、そのまま蹴った、ボールの右へ逸れました。北澤さん、少しどうなんでしょう、遠すぎたかなというような場所ではありませんか。いや、いいと思いますよ。この後の組み立てが大事になってきますよね。中央を走り込んでいる、左からのチャンスになる。左に誰か来てます。スタンコビッチ、1対1、右足シュート、パーフェクト。レアル、残されている時間もあとわずか。さあ厳しい状況になりました。はい、ここはもう早く動いて1点返すしかないですね。真ん中いい上がり方してますね。